国吉源氏の世界、都民謡の神髄を21世紀へ、そのシリーズの後編をお送りいたします。国吉源氏さんが都民謡一筋に歩み始めて早50年の歳月が過ぎました。そしてその裾野は広がり、多くの歌仲間がふるさと都の島唄を歌い継いでいます。島の歴史はそのまま島の歌の歴史でもあります。歌の一つ一つに込められた島の人々の思い、そのことを誰よりも強く感じる国吉源氏さん、芸道50周年記念の舞台で熱唱します。昭和5年生まれの69歳、国吉源氏さんはふるさと宮古島の城辺町に久しぶりの里帰りをしました。そして訪れたのは福峰小学校、国吉源氏さんの母校です。わしらの子供時代はほんまに歯衣しかして正統だから、ずっともう気味かましながら一日中歌ってたんだもんね。人が聞こうと聞くまた全くそれも関係なし、とにかく歌うことの大好きだった国吉少年、耳にするどんな歌でもすぐに歌詞を覚え歌い出したといいます。そんな歌の中に初恋と題する歌がありました。一人も泣きも
ことはより深くふるさとを知ることですと語る国吉源次さん。今度の取材では駆け足の都の旅でしたが、それにもかかわらず生まれ故郷の懐の深さ、奥行きの深さを実感したようです。Oh.
週は国吉源氏の世界、都民謡の神髄を21世紀へ、その後編をお届けしています。芸歴50周年を記念しての今回の公演もいよいよフィナーレ間近となりました。歌は歌えば歌うほど道が分からなくて、捕まえようとしたら逃げていくような感じで、どうしようもない。それに相当苦労してきました。しかし逃げたら逃げたなりに、人は人として追っかけて捕らえないといけない。それが人間として持たなければいけない根性じゃないかなと私は思います。Thank you.